どうも三角の隅です。今日はですね、ダイオードを使ったリミッタ回路、こちらについて動画を作ってまいります。よろしくお願いします。まずですね、波形成形回路というものがございます。いくつかあるんですが、今日はその説明ではなくてですね、まず波形成形回路のご紹介といたしまして、代表的なダイオードを使ったリミッタ回路について資料を見てまいりまして、そして電子回路シミュレーターでシミュレーションしてみて、その後実際にブレッドボードに回路を組んでみてですね、皆様にご紹介したいと思います。では図を見ていただきたいんですが、まずですね、ダイオード、こちらの向きありますね。VF という電圧の大きさ、こう書かれてますが、矢印の元の方が 0V、 そして矢印指してる方がプラスだとください。つまりプラスの方が高いわけですよね。プラスからマイナスの方に流れますと電流が流れるというふうに書かれています。で、その図ですね、VF すなわち 0V から高い方の電圧まで、 0V から高い方の電圧ですね、いうふうに向かっているダイオードの方向でありますと、それは純電圧といいまして、そしてある値の電圧ですね、ここに達しますと純電流 IF、 たくさん大きな流れの電流ができるというものなんです。この VF というのは、その扱うダイオードのデータシートに書かれていますので、ぜひ見ていただければと思います。その時流れる純電流もデータシートに書かれていますので、参考にしていただければと思います。そしてですね、逆方向ですね、逆方向に流れた場合はどうなんだろう。図にいたしますと、電圧が0から、まあ、高い方の電圧といたしますと、この図ですとダイオードの下層度からアノードに向かって電流が流れるというような向きになってますね。すなわちですね、電圧の高い方が下層度になって低い方がアノードになっているんです。これでは電流は流れないんですね。ですからこの場合の表現の仕方ですね、見てみますと、純電圧純電流の場合はダイオードはスイッチがオンしているのと同じ状態だと言いたいんです。つまり電流が流れるということですね。それはスイッチに置き換えますと導通している配線と同じということになりまして、そこが配線のように電気が通るだけなんですね。そしてスイッチがオフされていると書いてますが、これは逆方向に電圧をかけても逆方向の電流が流れないと、または少し流れると書いてますが、これスイッチをオフしているのと一緒なんですね。ですから次の回路への電流を止めると、まあ、ある意味一旦そう考えていただけると分かりやすいかなと思います。ただしですね、注意なんですが、逆方向に電圧をかけていっても本当は少し電流は流れるんですね。これはちょっと覚えておきたいところなんですが、そして逆方向にどんどん電圧をかけていきますと、ある点で急激に逆電流が流れるようになるんです。これをですね、ブレイクダウンと呼んでいます。ではですね、ダイオード、今回扱います 1N4148 ですね、これですね、このダイオードについて絶対最大定格と電気的特性見ていきたいと思うんです。見てみますと、ここに VRRM と書いてますね。これはマキシマムレピティプティッドリバースボルテージっていうんですか、最大平均逆電圧っていうんですか、直訳するとそうだと思うんですけど、100V となってます。そして IF ですね、 DC フォワードカレント、中方向電流の最大 300mA となってますね。肝心なのはその上の IO だと思うんですが、アベレージ、レクティファイドフォワードカレント、これはですね、平均成形純方向電流ですか、これ 200mA と書かれています。何がこの部品で大切かと言いますと、逆方向の電圧をかけてしまった時ですね、 100V までは耐えられるよと書いてるんです。そして純方向の電流、
200mAぐらい最大で流れる、それを許すんだという規格だと思ってください。そして電気的な規格ですね、これ VF とか書いてますが、フォワードボルテージ純方向電圧は、5mA 流れているときは 720mV だということですね。シリコンでできてますので 0.6 から 0.7 の間ですね。ミニマムの方は 620mV になってますので、このくらいかなということを考慮にしていただきたいと思います。そしてですね、実験を用意しました。まず電源を用意します。これはファンクションジェネレーター、信号発生器なんですが、制限波、最大時 10V、 20V ピークトゥーピークですか、そして 50Hz を発生させます。そのプラスの方にですね、 1N4148 のダイオードの仮想度をつなぎます。でアノードから抵抗につないで、ここにもまた電源ございますね。これは直流の 3V なんです。これが基準電圧というものになります。でここにダイオードのアノードと抵抗の間に出力線をつけました。ここにプローブを持っていきたいんです。この図がですね、何を意味するかと言いますと、まずですね、このサインの電源は 20V ピークトゥーピークなんですよね。ところがここにある基準電圧、これは直流の 3V なんです。そうすると、こっちのサインの電源の方が大きい値になりますね。大きい方から小さい方に電流流れますんで、こう流れたいわけですよ。ところが、この 1N4148、この仮想度からアノードに向かってますね。ですから逆なんです。逆だと電流は少ししか流せませんね。スイッチがオフしている状態と同じなんです。するとですね、電流が流れないと。ということになりますんで、この R1 の抵抗にも電流は流れないんだということになりまして、ここは 0V になります。ところが下の基準直流電圧っていうんですか、これは 3V かけてますんで、出力に現れるのは 3V なんだということがわかります。ただしこれは制限波の波のプラスの方だけですね。プラスの方が 3V まで制限されてしまう。仮に覚えておいてください。ただし、マイナスの方の波形は制限されませんので、上の方の電子回路シミュレーターの図、このようになります。これをちょっと見ていきたいと思います。それではですね、電子回路シミュレーター LT スパイスで今の回路を見てみたいと思います。まずは新規のグリッドのある画面を立ち上げまして、コンポーネントを押してください。そして、右の方にボルテージというのがございますから、これ OK です。ここら辺に置いておきましょう。そして、ダイオードですね。これを回転させまして、この向きですね。これで、ここに置いておきます。そして、次は抵抗なんです。ここら辺に置いておきましょう。そして、また電源を用意します。ボルテージを選択して、仮にここら辺に置いておきます。そして、グランドですね。この辺に置いておけばいいかと思います。で、あとは線でつなぎたいんです。プラスからダイオードの仮想度につなぎまして、アノードから抵抗につなぎます。そして、抵抗から基準電源のプラスにつなぎます。マイナスは制限波のマイナスに戻します。で、グラウンドをつないでおきます。値を入力していきたいと思います。電源で右クリック、アドバンスを選択いたしまして、サイン。そして、最大値は、10V、すなわち 20V ピークトゥーピークを入力します。で、周波数ですね、50Hz と、仮にしておきます。手のひらボタンで、移動させておきまして、ダイオードですね、ピークニューダイオードと書いてますので、ここから 1N4148 を選択して OK を押します。次は抵抗値ですね、今回は 1kΩ のものを使うんです。で基準電圧ですね。電池 1.5V のものを2つ使いますので、3V としてください。このようにして、まずは回路ができました。で出力を表す線ですね。これに置いておきます。ランを押してください。ストップタイム切りできますね。0.05 で。これで OK です。そして、
プローブを出力線に当てます。プラス側の制限波があって、3ボルト以上は見えないよと制限されています。どこを取っても3ボルトですね。そしてこのサインの波は0ボルトから始まって戻ってくるまで20ミリセコンドになってますので、逆数を取ると50ヘルツだということが分かりました。それでは次にですね、先ほどのはリミッター回路でも直列型だったんですが、並列型のリミッター回路、これも見ていきたいんです。どこが違うかと言いますと、抵抗とダイオード、場所が違うんですね。交換してます。そして、与えたパラメータは一緒なんですけど、信号源の電圧 10V 最大値ですね。そして基準電圧直流は 3V ということは、 10V から 3V に向かって流れるわけですよ。このプラスから出た電流の流れは抵抗を通ってダイオードに行きます。先ほどは信号源から来た電流をカソードで受けてましたが、今回アノードで受けてます。そしてアノードからカソードに流して基準電圧に流れるということになってますので、電圧高い方は 10V ですね。で、低い方は 3V、さらにその下に 0V ということになりますと、電流の流れはこうですね、このように流れますね。そうすると基準電圧が 3V であれば、この1N4148 の VF だいたい 0.6 から 0.7 って、先ほどデータシート見てご案内しましたよね。基準電圧とダイオードの電圧足しますと 3.6 から 3.7V 出力線に出るんじゃないかと予想できますね。そのように電子回路シミュレーターでシミュレーションした結果もここに出ているんです。約 3.7V ぐらいからマイナス 10V に下がっています。上の波形だけ 3.7V で制限されるということになるんです。それではですね、これも電子回路シミュレーター LT スパイスで見てみたいと思います。まずは新規のグリッドのある画面を立ち上げます。コンポーネントですね、見ていきまして、ボルテージを選択します。 OK です。ここに置きましょう。そして抵抗を置くんです。向きを変えます。まあ、この辺に仮にしておきまして、そしてダイオードですね、ここに置いておくんです。すると、まあ、アノードから仮想度に電流が流れれば、これは純方向だということになりますね。で、コンポーネント、基準電圧を与えます。ここですね。そして、電子回路ですから、グラウンドを与えたいんです。まあ、ここら辺に置いておきます。で、ドローワイヤーで線を結びましょう。プラスから抵抗、抵抗からダイオードのアノード、仮想度から基準電圧のプラス、基準電圧のマイナスから、グラウンドに持ってきまして、そこから信号源のマイナスにつなげます。グラウンドの動きがちょっと変ですね。カットしてきまして、線を引きましてですね、もう一度グラウンドをつけます。こんな感じですか。で、あとはパラメータを入れていきます。信号源の電圧ですね、アドバンスを押してください。サインで、最大値 10V ですね。そして周波数 50Hz と簡易にして OK です。そして手のひらボタンでですね、これ移動しておきまして、抵抗値1キロオームを入れます。そしてダイオードですね、ピックニューダイオードから 1N4148、 これを選択して OK です。そして基準電圧与える電池ですね、直流の 3V といたします。これで OK です。出力線用したいですね。ここから出しまして、そしてここにプローブを当てるということにいたします。早速ランしてみます。ストップタイプ聞いていきますね。0.05、50ミリセコンドを入れて、0ミリセコンドから50ミリセコンドを観察するんです。OK です。では、プローブを持ってきます。制限波、0ボルトから始まって、これは3ボルトと4ボルトの間ですね。まだ上がってますね。どのくらいの値か見てみますと、左下に Y イコール 3.7 ボルトと書かれていまして、これはシリコンダイオードの VF ですね。ということになりまして、基準電圧プラスダイオードの VF ということになりますから、入力の制限波のプラスの部分は 3.7V に制限されましたというリミッター回路になります。それではですね、次に部品を実際にブレッドボードに組んでみて、信号発生器とオシロスコープで出
力電圧を観測してみたいと思います。それではですね、直列のリミッター、はい、こちらの方を作ってみましたので実験したいと思います。ブレッドボードに今回組んでみました。まずは信号発生からプラスとマイナスを入力するわけなんですが、見てください。ここにダイオードございます。これが 1N4148 で、よく見えるでしょうか。ここに黒い帯ありますね。これ仮想図のマークなんです。そして 1kΩ の抵抗も直列につけます。その間がですね、この白い線なんですが、見てですか、白い線、分圧された値を出力として出してます。ここに、まずは基準電圧を与えたいですね。電池を用意したんです。 1.5V の2個なんで 3V なんです。まずはプラスを抵抗の先につけてみたいと思います。でマイナスはですね、ブレッドボードのグラウンドにはめるんです。ここで基準電圧を与えました。次は信号源ですね。見えますでしょうか。ウェーブはサインになってます。そして電圧ですね、 20V ピークトゥーピーク、最大値 10V 電圧与えるよと表示されました。続きまして周波数ですね、0.05kHz となってますね。これは 50Hz なんです。ということで、信号発生器から信号を与えるために配線してみたいと思います。プラスはブレッドボードのついてます 1N4148 の仮想度がつなぎます。グラウンドはブレッドボードのグラウンドなんですね。はめてみます。で、何が見たいかと言いますと、オシロスコープで出力の波形を見たいんです。プローブのグラウンドをブレッドボードのグラウンドにはめまして、でプローブですね、先ほどお話した出力のところにはめます。何やらもう動いちゃってるんですけど、ひとまず電圧縦の向きは2V になってます。そして横の時間軸ですね、これは 5ms になってます。ちなみに信号発生器から与えられているプラスの線を抜きますと、基準電圧が見えてくるわけですよ。マイナスも発見しますと、だいたい 3V ですね。 3V の基準電圧を与えてあるというのがこの赤いラインになります。ではですね、もう一回信号発生器から配線しまして、そして、信号をオンしてみたいと思います。出力します。波形が出てきました。 20V ピークトゥーピークなんで、下の方に行きますとマイナス 10V 下がってたいですよね。ですが先ほど電子回路シミュレーターで見たようにマイナス 9V くらいですね。上は3.6V ぐらいで効いてます。基準電圧 3V プラスシリコンダイオードの VF0.6V ということで 3.6V、 このように、基準電圧プラスダイオードの流方向電圧で波形が制限されるというのが見えます。ちなみに入力の波形を見てみますと、このようにはみ出してますと 10V ピークトゥーピーク制限見れるということになります。実際にはこのように制限された波形が見れるんですね。まあ周期で見ておきますと、0V から始まって上がって下がって戻るまで4マスとなります。1マス5ミリセコンドなんで、1周期20ミリセコンド、逆数をとってこれは50ヘルツということが分かるんです。簡単になるんですが、これで今回の動画は終わりといたします。今回はリミッタ回路の直列型ですね、これだけ実験いたしました。そして信号電圧が基準電圧より大きい場合の実験となっているんですが、もう一つ信号源より基準電圧が高いどうなるかというのもこれから見て回りたいですので、いろんな実験をやると思います。今回はご紹介の動画でした。また今回使った資料ですね、これはこの動画の下の説明欄からダウンロードできますので、ぜひご覧になってみてください。それではどうもありがとうございました。